えーと皆さんこんばんはこれから流す音声はですね私が偶然傍受したものなんですけどそれを毎週流していこうとそう思っておりますなぜこんな音声があるのかというと皆さんコンサートワッチってご存知でしょうか簡単に説明しますと特殊な受信機を利用してライブなどで使われるマイクの周波数を受信するんですけどこれで私お金なくていけないライブとか聞くのが趣味だったんですね あくまでも傍受であって個人で楽しんでたんですけどある日ですね偶然盗聴器から流れる音声を受信しましてこれがとても興味深い内容なのでこれから毎週流していこうかなと思います私が仕掛けたんじゃないですからね誤解のないようにそれでは記念すべき第1回は多分ですけど病院の診察室ですねではどうぞ 一人でで住んでたら寂しいだろう。別に寂しかねえよ。風邪ひいた時とか確かに風邪の時はやばいな。だろうどうしてんの昔から世話になってる大家さんがみかんとか持ってきてくれる。あらゃ助かるな。あとは一人暮らしで風邪ひいた時にストックしておくべきアイテムを常備してるよ。例えば何冷凍うどんとか。ああ、最近の冷凍食品侮れないもんな。最近の冷凍食品すごいよ。チャーハンとか。 シュウマイとか冷凍食品だと洗い物も楽だし風の時に食器洗うのは大変だもんなザルみたいなやつあるだろうなんていうのあれボールなんだけど網やみのやつああわかるわかるステンレス製のなあれ洗ってる時の手応えのなさな分かんないけどスプーンすすいだ時にものすごい反撃に合う時あるじゃん水のあれの逆なんだよ網やみのやつの手応えの無さなさ かと思えば逆にお箸洗う時にお得感みたいなのを感じる時もあるけどな2本いっぺんに洗えんだよ合力さっきからごめん分かんないんだよ俺洗い物とかしないから正直最近の冷凍食品も全然知らないんだ今の発言問題ありだな洗い物しろよ冷凍食品もたまには食べろ奥さんの負担をちょっとは考えろいやああ分かった分かった お前がこれから言うことが分かったうちは食洗機使ってるしほぼ外食なんだとかだろいやうちハウスキーパーいるんだ家事代行的なち、うん、自炊とかすんのするよたまに何作るの炒めたり何をあらゆるものだよなんかあるだろう野菜炒めとか何でもだって油引いて炒めたら大体うまいだろ レシピとかネットで見れるもんなそういうのは見ないネットとかわかんないからどうやって作るの目分量だよ大体それでなんとかなんの一人分作るの大変じゃない余ったら余ったで冷凍すりゃいいしそう冷凍なんだよ結局すごいよな冷凍んなんだよ本当に一人暮らしだよな意味わかんねえ もう帰るぞ待て待てまだ診察は終わってない診察なんてしたことないだろうずっと気になってたんだけどさその書いてるやつ何カルテだよじゃなくて病院を何だと思ってんだデッサンしてんのかと思ってたタクシー運転手だって客乗せて信号待ちの時とかになんか書いてるだろうあれデッサンしてんのかじゃなくてそのペン何あこれお前の趣味じゃないよなかわいらしいこれシン 幸せのボールペンってうんだっててんだはあ知らないのかよってるって聞いたぞ肌身離さず持って他人に手渡すと幸せが伝染してくらしい女子小学生かお前次はお前にやるよこんなの誰にもらったんだようんよ